皆さんこんにちは。明るく楽しくマニアック、指揮作曲の徳岡直樹です。今日はちょっと趣向を変えまして、男の嫉妬のバッハと題して、トスカニーニのバッハ、それもレスピーギによる大オーケストラ編曲のパッサカリアとフーガをメインにお話ししたいと思います。これすでに以前お話ししたテーマなんですけれども、今回は内容を拡大いたしまして、バッハ作品のオーケストラアレンジの話もしたいと思います。私バッハの音楽好きなんです。本当に好きです。これもフーガが好きだとか、バッハの音楽に含まれているロマン的な要素が好きだとか、いろいろな意味があるんですけれども、ヒストリカル中心の視点でお話ししますと、私往年の大指揮者によるバッハ演奏に興味を持っていました。個人的にバッハの音楽にロマンティックな情緒、ドラマティックな変転を含み持った大河のような流れを聞き取るのが好きだった。往年の大指揮者たちによるバッハ演奏はまさにこうした要素を持ったものが多いですし、今日ではおよそ聞けないようなすごく濃厚な味付けの演奏もある。まあもしも今こんな演奏したら笑われるどころか、バロック演奏の常識がないとオーケストラの側から不服の声が上がりかねない。まあそこまでいかないかな。私も全部が全部好きだというわけではないんです。特にバロック音楽の声楽曲、宗教曲になってきますと、これはバッハに限らずベートーヴェン以降、結構ロマン派あたりの音楽もそうなんですけれども、演奏者側の表現意欲っていうのが強くて、エスプレッシーボに満ちた、そしてコーラスはビブラートをかけまくった演奏、違和感の強すぎるものっていうのもある。こうした演奏ってもう発声スタイル、発声の基本からして考え方が違っていますので、もう聴いていてゾゾゾと鳥肌の立つような歌いぶりが聞ける。でも以前は全てがそうだったというわけでもなくて、演奏に際してその時代なりにバロック演奏スタイルというのを配慮した演奏というのもある。例えば独唱はかなりキャラクターは濃いですけれども、メンゲルベルクのこの有名なマタイ受難曲はコーラスはそれなりに、なんていうのかな、あまり生めかしい感情を出そうとはしていない。まあそもそもこんな大編成のコーラスになっているということ自体がバロック演奏の様式スタイルの理解がかけ離れていると言われたら、これはまた別ですけれども、この演奏で聴ける合唱団結構整然としています。しかしこれがオーケストラ演奏になりますと、響きの質感が好きだったり、例えば訴えかけるような感情の豊かさに満ちた有名な管弦楽組曲第3番のアリアを聴くのは気持ちのいいものです。私のこうした思考って今考えてみると、その出発点ってどこだったんだろうと思うんですけれども、どうもこれがドキュメンタリー小沢の中で最後のクライマックスですね、1分間くらい映し出された斉藤秀夫先生編曲のバッハの写魂のだったような気もするんです。私このドキュメンタリーを見たのは中学生の時でしたが、今これ見返してみても、あの頃の小沢さんのアクティブな姿を捉えたもので、ここで流される写魂の本当に1分少々くらいしか聞けないのに、私当時この演奏音楽に引き込まれた。そしてさらに私がはっきりと大オーケストラ演奏のバッハというものを深く印象に刻んだ打ちのめされた演奏録音というのがありました。小沢さんの指揮するバッハ写魂のを聴いたすぐ後でしたけれども、それがトスカニーニが指揮したレスピーギ編曲のバッハパッサカリアとフーガ破綻調でした。これは1939年10月14日の NBC 交響楽団との公開演奏です。これが見事な演奏で感激した。折も折ちょうどその頃、1986年でしたけれども、レコード芸術ではトスカニーニのディスコグラフィーが連載中で、それを見てみるとトスカニーニにはもう一つ、1947年11月22日のバロックコンサートにおけるさらなるパッサカリアとフーガの録音があるのを知った。それ以外にもトスカニーニの指揮したビバルディ、ヘンデルなどなど、マタイ受難曲の最後のコーラスを含むバッハの録音がいくつかあることを知りました。このトスカニーニの1939年演奏のパッサカリア、その魅力は何ぞやというと、ドラマティックさということ。まず何よりこのバッハのパッサカリアとフーガという作品の魅力です。そしてこれが大編成のオーケストラ作品に編曲されて、トスカニーニがまさにそのトスカニーニの音楽性、カンタービレに満ちた圧倒的なドラマとか統率力というのがこの音楽、あくまでオーケストラ版としてですけれども、バチッと決まっている。
これ同じパッサカリアとフーガーでもストコフスキーの編曲だとか同じレスピーゲの編曲であってもエドワールド・マータの指揮した録音とではやっぱり演奏のパッションが違うところがある。ただこれは純粋にバッハの音楽、バッハの作品そのものとは言えません。レスピーギがトスカニーニのリクエストに応えて近代の大オーケストラ用に編曲したものです。19世紀後半から20世紀にかけてレスピーギに限らず幾人か、それも実は少なからずバッハ作品をオーケストラに編曲している人がいる。シェーンベルクによる聖アンの前奏曲とフーガーなんか有名ですよね。まあ私これ無理もないと思う。マーラー、そしてリヒャルト・シュトラウスをはじめとする作曲家によってどんどん当時のオーケストラ編成というのが大きくなってくる。それって新しい音色、色彩のパレットですよね。それを持って絵を描きたいという思う作曲家が出てくるのはわかります。そして私最初にお話ししたバッハの音楽に含まれるロマン性、時代はまさに後期ロマン派ですから、そこでピアノではブゾーニ、ダルベール、マックス・レーガー、そしてオーケストラではシェーンベルクからウェーベルン、レスピーギからエルガー、以後ストコフスキー、ミトロプーロスまでバッハ作品を技巧を凝らしたピアノ独奏曲に編曲したり、オーケストラ、大オーケストラに移し替えようとしている。これは表現意欲とかそういう性質がバッハの音楽にはやっぱり含まれてるんですね。まあこれを最近では正しいバッハの理解といった視点からちょっとこう眉を潜められるような試みではあります。ただし私は大好きです。例えばメンデルスゾーンとシューマンってバッハのシャコンヌ、バイオリン独奏にそれぞれピアノ伴奏をつけてるんです。そしてこの二人の伴奏付けが一冊の本、同じ楽譜にまとめられてるんです。皆さんご存知でしたか？お聞きになられたことあります？こうした動きは19世紀後半からあったようですけれども、このバッハ作品のオーケストラ編曲を率先して行い、演奏し、録音してきたのは誰かというと、まずレオポルド・ストコフスキーの名前を挙げることになります。フィラデルフィア管弦楽団に着任した若き日のストコフスキーが、オーケストラと聴衆の両方の育成のために、いわば音楽的魅力のある最適な教材として、ストコフスキー自らが数々のバッハ作品、バイオリン独奏曲、オルガン曲、平均律クラビアの中の作品などをオーケストラに編曲して、当初はオーケストラ内で演奏して楽しんでいた。ところがこれが聴衆にも温かく迎えられて、レコードにも録音したところ大変なヒットになった。というわけでストコフスキーの指揮したバッハ編曲作品 LP、CD ともにいろいろあります。パッサカリアとフーガだけに限っても何回となく録音されてます。まあここで私が特に好きな編曲ものと言いますと、やはり G 線上のアリアとして知られるあの曲でしょうか。そしてこのストコフスキーのバッハ演奏の大成功を端からじーっと嫉妬と憤怒を腹にしつつ眺めていたのがトスカニーニだった。今でもちょっと調べたりネットを検索してみても、トスカニーニのストコフスキー嫌いのエピソードの数々というのが出てくる。これが果たしてトスカニーニの一方的なストコフスキー嫌いなのか、両者の不仲であるのかでちょっと事情も変わってきますけれども、例えば1942年のショスタコーヴィッチの第7交響曲レニングラードのアメリカ大陸初演の際に散々揉めたことなども、この両者の関係悪化を証明する、または悪化の原因になったと思われます。それでなくてもトスカニーニが親しかった同僚指揮者という方が珍しいかもしれない。とは言ってもまあこれフルトヴェングラーはじめいろいろ誇張がされてると思います。まあ男の嫉妬というのも怖いものですよね。ストコフスキーの一体何がトスカニーニをあれほどに苛立たせたのか。
もしかしたら単純に音楽面の問題ではないのかもしれない。特にトスカニーニは158センチの小柄な体格でしたし、もしかしたらスラリとした銀髪のストコフスキーの見た目。やがてはストコフスキーは銀幕映画にまで出演します。それも演奏するだけではなくて演技までしてる。そんなストコフスキーをアイドル視する圧倒的な女性ファンの姿に嫉妬したのかもしれない。心当たりはよくわかりません。ちょっと脱線しますけれども、大音楽家、大作曲家、大指揮者たちが皆それぞれ偉大な人間性を持っていたかどうかは実際には微妙なところで、特に日本では音楽面の偉大さというのをそのままその音楽家の人間性にも投影して、良いエピソードばかりをつなぎ合わせて理想の人間像を作り出そうとするしすぎる傾向があると思います。例えばベートーベンの伝記が小学生向きの偉人伝の中に組み込まれていたりする。そこで描かれるベートーベンって貴族階級を否定して人類皆兄弟、芸術の力を通じて孤高の立場を貫き壮絶劇的な生涯を送った類いまれな天才という描かれ方をしています。まあそれも事実のかけらではあるんですけれども、実際にはこの中に書かれていないことというのが多すぎて、実際のベートーベンの姿とはかけ離れたものになってしまっている。これって明らかに道徳面の教科書向けに仕立て上げられた日本製のかつ理想ベートーベン像なのであって、史実のベートーベン像というのは全く別物です。つまり我々にとってベートーベンというのは第五交響曲、第九交響曲の作曲者であるだけでは不足で、そこに人類愛を説く聖人、聖なる人ですねとしての役目まで演じさせている傾向があると思ってます。そして実はフルトヴェングラーもトスカニーニもまあワルターもですけれども、日本ではこうした偉人化の脚色がなされていると思う。この検証についてはちょっと危険というか難しい可能性も秘められています。クジラを守れという人たちにクジラは増えてるよというのを納得させるのが大変なように、皆それぞれが抱いている大音楽家、いわば尊敬信仰すべき大音楽家像を考え直させることっていうのはちょっと抵抗感を伴うことだからです。はい、トスカニーニとバッハに戻りますが、トスカニーニがニューヨークフィルを指揮し始めるのは1926年、そして翌1927年からメンゲルベルクと共にこのオーケストラの常任指揮者になりますが、嫉妬深い性格だったトスカニーニは極端なスター性を持つストコフスキーの指揮するフィラデルフィア管弦楽団との数々のバッハのオーケストラ編曲の成功に対抗して、ヘンリーウッドとオットリーのレスピーギにトッカータとフーガ、そしてこのパッサカリアとフーガの大オーケストラ編曲を依頼する。そしてトスカニーニはヘンリーウッド編曲のトッカータとフーガ、レスピーギ編曲のパッサカリアとフーガの録音2種を残しています。さてこのトスカニーニの演奏したバッハ編曲、それぞれかなり大げさなものです。特にウッドのトッカータとフーガはちょっと物々しい。大げさというか多少悪趣味というか、やっぱりレスピーギの方がオーケストラの扱いがうまいです。これは実に優れた編曲になっている。それにトッカータとフーガの方って録音や復刻があまり良い状態ではないんですよね。ところで私バッハのこうした大オーケストラ編曲を聴いていて、もう一つ面白さを感じるのは、それぞれの編曲者が一体どこに音楽的なクライマックスとか盛り上がりを見ているのかが分かること。これが大変面白い。そもそもバッハの楽譜にはフォルテ、ピアノの表示というのがほとんどありませんから、こうした編曲ものになると編曲者がそれぞれオーケストレーション楽器の組み合わせばかりではなくて、曲の解釈とかスタイルやテンポを決めていくことになる。例えばこのパッサカリアとフーガはちょっと分かりにくいかな。バッハのシャコンヌにしましょう。これ以前一度お話ししたことがありますが、まずこの斉藤秀夫先生のオーケストラ編曲、これはブゾーニのピアノ編曲を定本にしている。このバッハのシャコンヌというのは本来一人のバイオリニストによって演奏されるものですし、それでいてシャコンヌというのは決まったテーマの進行が徐々に変化していく作品です。そうなるとこのバリエーション、この変奏部分、さらにこのメロディーを重ねるとより広がりが出るかなという部分がやっぱり出てきますね。
まあ、そこが音楽の膨らみとか対位法的な絡みの面白さというのが出てくる。例えばこの部分、バイオリンではこのように演奏されます。ブゾーニのピアノ版で二長調の最初のテーマを一緒に書き加えてるんです。これバイオリン一本では無理なんですね。同じ部分ですよ。さあ、オーケストラ版ではどうなってるでしょうか。そしてさらにこの曲をストコフスキーがどう編曲しているのかというと、いかがですか？ブゾーニのピアノ版とそれを定本にした斉藤秀夫先生のアレンジが一概にいいとは言い切りませんけれども、この部分をどう工夫するのか。バッハはバイオリン独奏の楽譜には書かなかったんだけれども、実はこの部分には二長調の最初のテーマが鳴ってるんだよというのを実際に音として聞くのはやっぱり楽しいですよね。そして今度はまた別の視点、これまたバッハのシャコンヌですけれども、イタリアの作曲家カセッラが同じくこのシャコンヌにものすごくモダンなハーモニーをつけてオーケストラ作品に仕上げています。これ最初に聞くとかなり違和感がある。これはバッハのスタイルを超えて、このシャコンヌのメロディーライン、旋律線を残してカセッラが全体に好きなようにハーモニーを付け替えている。はい、いかがですか？ちょっといびつな感じがしませんか？でもこれ変な言い方ですけれども、楽天的、音楽理論として間違っているわけではないんです。それどころかものすごく凝ったハーモニー、そして独特な対位法が書き加えられている。いわばバッハのシャコンヌという骨組みだけを残して、カセッラが全体に非常に個性的な色合いを加えている。確かにここまで来るとバロック作品というフィーリングはここではかなり希薄になってます。まあこれはちょっと極端な例かもしれません。しかし同じ部分をこれまたストコフスキーはどう編曲しているのか、そしてブゾーニ版を定本にしたオーケストラアレンジではどうなっているのか。いかがですか？ストコフスキー版の話に戻りますけれども、個性的な要素ってあまり感じられなくないですか？実はこのシャコンヌの編曲ってストコフスキーの編曲ものの中では面白くないものの一つなんです。全体にすごくフラット。
これには理由があって、というのはストコスキーはあくまでバイオリン1本のオリジナルのバッハ作品のシャコンヌをオーケストラに移し替えている。大砲的な追加とか増幅っていうのを一切やってないんです。その結果すごく平面的で全体に変化を感じにくいものになってる。まあこれでもいいっていう方もいらっしゃるでしょう。お好きな方には申し訳ないんですけれども、私はこのストコフスキー編曲のシャコンヌはこれ葬儀場の BGM じゃないかと思ってしまう。あまりに起伏がなさすぎる。しかしということはストコフスキーはバッハのシャコンヌという作品をこういう視点で捉えていた。全体を独白というか一辺の壮大なアダージョとして見ていたんだなということが分かってくるんです。だからといって他のストコフスキーのバッハ作品の編曲がダメということではないんです。それどころかストコフスキーの編曲ってド派手でオーケストラ編成も巨大なものが多い。例えばですね、小フーガ、小さいフーガ、トタンチを聞いてみましょう。これ大フーガの方もあって、これまた魅力的な編曲なんですが、あ、その前にまず高橋裕二さんのピアノ独奏の編曲で聴いてください。ではこの同じ部分をストコフスキーはどう演奏しているか。いかがですか？ピアノとオーケストラですから音そのものが全然違いますが、ピアノ版が弱音で内に秘めるような表現をしているのに、ストコフスキーはまさにここにクライマックスを置いてバイオリンの高音域、その他金管楽器で痛ましさのクライマックス、悲劇を作り出していますよね。これ演奏家の感性の違いとも言えますけれども、もともと強弱が書かれていないバッハの音楽にはいろいろな読み解き方、音楽の作り方というのがあるんです。ちょっともう一回シャコンヌに戻りましょう。中間部二長調のクライマックスの部分、ブゾーニ版によるオーケストラは、ついでにカセッラ版も聞いてみましょう。そしてストコフスキーは、さあそれぞれ極端な違いがありますよね。皆さんはどれがお好きですか？これたまたまバッハ編曲作品の特に目立つ耳につきやすい部分をお話ししてるんですけれども、これってちょっとオーバーに言いますとバッハ演奏に全体的に言えることなんです。だから平均律クラビア曲集にしてもリヒテル、グールド、グルダ、ニコラエワ、それぞれ聴き比べる楽しみがある。同じ楽譜の同じ曲なのに演奏家によって驚くほど具体的な表現上の変化がある。さてそこで今日のテーマ、パッサカリオとフーガ、破綻調をトスカニーニとストコフスキーで聴き比べるとどういうことになるか、ここが面白いんですね。いよいよ本題行きましょう。
ストコフスキーのオーケストラ編曲、これバッハに限らないんですけれども、まあ、もちろん優れたものもありますが、実はそれほど効果を発揮していないんじゃないかなというものもある。大体においてフーガ、対法的な処方の作品はいいものがあるんですけれども、アリオーソ的な作品はシンプルに綺麗な音のする木管楽器にメロディーを吹かせて、その他は単純な伴奏とか第一バオリンに重点が置かれていて、他は伴奏と旋律と伴奏という分類の見切りの良すぎるアレンジというのがある。これラヴェルに言わせると、きっとこれはオーケストレーションというのではなくて、オーケストラへ音を分配しただけだというふうに見るかもしれないですね。さて、これがトスカニーニが演奏したレスピーギ編曲のパッサカリアとフーガになるとどうなるか。まあ単純にレスピーギだからオーケストレーションがうまいとかなんとか、そういうレベルでは言いませんけれども、やっぱりローマ三部作のような作品を作曲しているレスピーギですから、それはもうオーケストラの扱いっていうのは見事ですよね。例えばここ私一番好きな部分なんですけれども、ちょっとレスピーギの編曲で聴いてみてください。では同じ部分をストコフスキーで。私もともとフーガって好きなんですね。このパッサカリアとフーガ破綻調のような優れた、もうフーガの傑作、こういうのを聞いてると、そこに聖々ルテンの音のドラマを感じてしまう。この曲の後半部分なんか、もう聞いているこちら側を飲み込んでくるような凄まじい力を持った音楽です。それがまたトスカニーニの強靭なカンタービレ。トスカニーニは実はフーガに馴染みがなかったんだみたいな記述も見たことあるんですが、これらの録音を聞いているとどうもそうは思えない。トスカニーニの傑作レコードの一つ、プッチーニのボエームを聞いてもわかるんですが、トスカニーニってとにかく指揮をしながら歌うんですね。いえいえ、だからといってダイレクトにカンタービレがどうのこうのというレベルの話ではないんですけれども、フーガも基本一つのテーマが最後まで突き進んでいくというものですから、やはりそのメインのテーマやそれに絡んだり対応したりする主題と張り合ったり一緒になったりする。まあ結局旋律メインの音楽なので、トスカニーニもここではノリノリの演奏を聴かせています。そしてこのトスカニーニのパッサカリアとフーガ、1939年の演奏と戦後1947年の録音、この2つは実はかなり異なるスタイルの演奏です。あえて言いますと、1939年演奏の方がナンソフト、1947年演奏の方がゴーハードです。私自身は1939年演奏を先に聴きましたので、47年版はちょっと堅苦しい、物々しいなぁと。まあトスカニーニの統率力がすごいのはわかるんですが、もうちょっと余裕があってもいいんじゃないかなと当初は感じました。今ではどちらもそれぞれの魅力を見出してますし、両方喜んで聴いております。ただこの当時の NBC 交響楽団、弦楽器はさておき金管楽器ブラスセクションがいかにも力ずくで、ちょっと応援団みたいなフォルテを出す部分が気になることもあるということを後編な視点から申し上げておきます。はい、マニアックコーナーですけれども、これらのレコード化の経緯を見ていきますと、1939年の演奏はこの通りディスココープレーベルで出たこのセットが最初のようです。皆さん、ハーフスピードマスタリングなんてもうおじさん世代にしかわからない言葉だと思いますが、
このセットを私1986年の夏、その年の暮れには閉店してしまった代々木にあったジュピターレコードで買ったものです。この演奏、そしてこのセット、インパクトありましたね。1930年代後半からの NBC のライブなんですが、この時代のものとしては音は大変良かったと思います。そしてここで聞き親しんだ1939年演奏のパッサカリアとフーガ、長らく CD になりませんでした。やっとギルトヒストリカルから出たのは2002年になってからです。さてもう一方、1947年11月22日の演奏、この日はバロックコンサートだったようで、バッハの管弦楽組曲第3番、ヴィヴァルディのバイオリン協奏曲、ヘンデルのコンチェルトプロッソ作品6-12、あの信じがたく美しい三声部のラルゲットの含まれている曲ですね。そして最後にパッサカリアとフーガーが演奏されています。こちらの方はレコード化の経緯っていうのはやや複雑で、かつ面白いストーリーがあります。実はこの1947年11月のパッサカリアとフーガの初出版は1960年の4月、リタイア、つまり退職した演奏家の年金か何かの募金寄付を募るために、トスカニーニの息子ワルター・トスカニーニが音源を提供して3枚の LP レコードが制作されました。つまり当時未公開だった RCA のシリーズでは聞けなかった音源をレコード化したものです。ちょっとマニアック談義ですけれども、トスカニーニの RCA 録音って分量的にも内容的にもトスカニーニの芸術的遺産の大部分を占めるものですけれども、 RCA の中にはきちんとしたレコード録音のためのセッションと NBC 交響楽団のラジオコンサートの録音というのがある。例えばこれ、シューマンのラインとマンフレッド序曲、そしてシューベルトの5番ですが、このうちシューマンのラインはお客さん入りのラジオ番組のための公開放送なんです。そして一方シューベルトの5番は1953年3月14日にラジオ公開放送があって、その3日後3月17日に RCA のレコード録音が行われている。私この2つのシューベルトの5番、まあミスはところどころ耳につきますけれども、演奏全体としてはコンサート演奏の方が好きなんですね。というわけでワルター・トスカニーニはこのチャリティーレコードのために NBC の放送からのライブ音源を提供した。このシリーズ全部で3枚ありますけれども、まず45回転版が2枚、これはバッハのブランデンブルク協奏曲第2番、そしてレスピーギの編曲したパッサカリアとフーガ、そしてもう1枚ロッシーニの弦楽のためのソナタ、ヴィヴァルディ・アレクサンドロ・ジロティ編曲の合奏協奏曲作品 3-11、 このヴィヴァルディ素晴らしいですよ。そして最後33回転でトスカニーニの様々なリハーサル風景を編集、紹介アナウンスをつけた音のドキュメンタリー風に仕上げられた1枚。詳しい事情をご存知の方にぜひご教示いただきたいんですが、それぞれ限定500枚、1枚あたり100ドルの寄付金に対して配布されたそうです。中には30ドル、50ドルという記載もありました。いずれにせよ1ドル360円の常識からするとかなりの金額ですね。ただこれ内容としてはかなり珍しいものだけに、1980年代にはイタリア系のヒストリカルレーベルからこの45回転版のダビングによると思われるレコードも数点出ていました。露骨なのはこの2枚の元々のレコードをそのまま A 面 B 面に組み合わせたイタリアのモビメントムズカ版、先ほどのチャリティーレコードがそのままこうやって LP になってるんですね。ただし私はこのレコードで初めて1947年版2つ目のトスカニーニのパッサカリアとフーガを聴くことができました。演奏そのものの特徴はすでに申し上げましたけれども、広ぎのある1939年版の演奏に比べてこの47年演奏っていうのはより厳しくて、トスカニーニの切り込みの激しい指揮ぶりがそのままオーケストラのサウンドに転化されたような演奏です。いずれにせよ特にフーガに入ってからの見事さ、まさにドラマティックで言葉のない物語を聞くようです。私自身が個人的にフーガを聴いているとそこに音のドラマをイメージしてしまう、そんなところがあるんですけれども、このレスピーギ編曲の、そしてトスカニーニの演奏の運び、フレージングやクライマックスの悲劇的な感覚の表現までまさに圧倒的というほかありません。ちなみにこのレコード、アメリカのトスカニーニ協会が発行した1枚です。内容としては先ほどのナクソス版と同じ1947年11月22日のバロックコンサート、当日の曲目が全て収録されています。私が今回しているのはこのトスカニーニ協会からお届けした音源です。ナクソス版の CD リッピングではありません。
は私ボーフリになりましてからこのレスピーギ版の演奏をたびたび計画したんですけれども、なかなかうまくいきませんで、実際には楽譜の入手がより容易なロシアの作曲家ゲリックの編曲で演奏し続けています。これはレスピーギ版に負けず劣らず大規模なオーケストラ編曲なんですが、全体を通して聞くとレスピーギのような効果的かつコントラストの効いた見事な編曲に比べるとやや大げさで物々しくて暗いかなと感じる。またそれがどうストコフスキー版と違うかという話になるとこれはまた難しいんですけれども、でもやっぱりストコフスキーの方が全体的に原主体弦楽中心の発想ですね。まあそういう特徴なのであってそれが悪いというわけではないんです。さてパッサカリアとフーガの話をしましたけれども、今日はせっかくの機会ですので終わりに詩人中原中也の話も少々してみたいと思います。吉田秀和さんの何かの文庫本で実は中原中也がバッハのパッサカリアとフーガを、それもストコフスキーのオーケストラ編曲のレコードが大好きだったという記述を見たことがあります。ネットで検索してみたところ、これは有名な話だそうで、吉田秀和が書いているように中原はやたらと友人のうちにレコードを持ち込んで聞かせたという入れ込みようだったようですから、相当なものです。しかも中原中也って初めて会う人には必ずバッハのパッサカリアという曲を知ってますかと尋ねたとありますから、まあ多少誇張されていたとしても中原がいかにこの曲が好きだったかっていうのが伺われます。しかしこれは私個人的に素晴らしい見識だと思う。耳の肥えたと言いますか、本当に洋楽を理解していた、この作品の進化魅力を聞き取ることのできる人だったんだなと思う。そして中原中也はこの曲のストコフスキー編曲版が好きだったとなると、当然中原はこの1929年録音の SP レコードを聴いていたはずで、今ではこのように RCA での復刻版がありますから、中原本人が聴いて感激した演奏っていうのを今我々もそのまま聞くことができます。ただしストコフスキーフィラデルフィア管弦楽団のパッサカリアにはこの1929年の録音とナクソス、それからパール版で復刻されている1936年11月の再録音もあるんです。1937年に亡くなった中原が聴いていたのはまず間違いなく29年録音のこちらの方なんですが、実はこの2つの演奏を聴き比べてみますと、ナクソスやパールで聴ける1936年録音の方が凝縮力が高くて、悪く言えば29年の RCA 版はちょっぴりわずかに散漫というのか、凝縮力の点で物足りないところがある。36年の再録音の方がキリッとしていて締まりがいいんですね。ストコフスキーのこのパッサカリアとフーガ編曲っていうのはストコフスキー自身のリハーサル風景がありますよね。それからソ連訪問時のライブとかボストン、フィラデルフィアでの複数のライブやら、もう数々の録音が残っていてレコード化されていないものっていうのも含めると一体何種類あるのか。フレッド・ウェングラーの同曲イヴァンよりも面倒そうですし、決定打の演奏を選ぶっていうのも多分難しいと思います。人はよく自分の好きなバッハの作品を褒めたり紹介しようとするときに、この曲の中にバッハの全てがあるという言い方をしますけれども、大規模な宗教曲は別格として、このパッサカリアとフーガという音楽もこの中にバッハの全てがあるということのできる充実した内容を持つ傑作ではないでしょうか。1937年わずか30歳で夭折した中原中也ですけれども、まあおそらくこのストコフスキーの2回目の録音は聞く機会がなかったのではないかと思う。そして中原の死の翌々年に演奏されたトスカニーニが指揮するレスピーギ編曲版の演奏、これはストコフスキー版よりもよりダイナミックなレスピーギの編曲である上に、ストコフスキーよりもさらにテンションもパッションも強いトスカニーニの演奏、この曲をここまで愛した中原中也にぜひ聴かせたかったと思うんです。
歴史にもしはありませんけれども、まあ、とは言ってももしかしたらこのトスカニーニならではの溢れかえるカンタービレの素晴らしさ、中原中也はストコフスキー版を聞き慣れた耳にはこんなトゲトゲしい演奏はと言ったかもしれない。はい、というわけで今日はトスカニーニが演奏したレスピーギの編曲によるバッハのパッサカリアとフーガ、それがもともとはおそらくは男の嫉妬から生まれた歴史的遺産であるという話をいたしました。この他にも例えばオーマンディなんかもバッハ作品のオーケストラ編曲で有名ですよね。最近ではこうしたいわばロマン的解釈による大編成のバッハ作品の演奏録音も盛んになってきています。私これちょっと入手に手間取りましたけれども、先ほどちょっとだけご紹介しました、珍しくレスピーギー編曲のパッサカリアとフーガ、エドワルド・マーターがダラス交響楽団を指揮したセッション録音で収録されています。そしてこちらおすすめしたいですね。実はバッハのオルガン曲幻想曲と大フーガ都短調という作品がある。 BWV 番号は542。私これも最初に聞いたのはストコフスキーのオーケストラ編曲だったんですけれども、珍しいことにギリシャ出身の名指揮者ディミトリ・ミトロプーロスがまた全く別口でこの大フーガを巨大オーケストラに編曲してるんですね。しかもそれをウィーンフィルに演奏させて、そのライブ音源まで残ってる。オーソライズ版の CD も出ています。ただし私今現在ミトロプーロス編曲のこの大フーガを聴くのが好きなのはこのスラットキンの CD です。ここに来てやっとミトロプーロスがイメージした近代的な大オーケストラ、機能美を兼ね備えた大オーケストラの魅力が聞けるのではないかと思う。このシャンドス版のスラットキン式、BBC 交響楽団によるバッハトランスクリプション、トスカニーニの本題からは外れますけれども今日のおすすめ版の一つです。なお YouTube には私自身が指揮をしたストコフスキー編曲バッハの G 線上のアリア、そしてブゾーニ斉藤秀夫先生編曲のシャコンヌなどの動画もあります。ぜひご覧いただきたいと思います。さてちょっとだけおまけコーナーに行きましょう。最近動画が長くなりすぎてですね、なんとか短くしようと思ってるんですけれども、それなのに今日は第2部があります。これ単独の動画にしてもいいんですけれども、往年の大指揮者のバロック演奏っていう動画を作ることがあるかなと思いましたので、まあ今日はいい機会ですから聞きどころのある演奏をさっと紹介します。あとちょっとマニアックにですね、私が往年の大指揮者のバッハを聞きたいと思った、そこで何を聞きたいと思ったかっていうのをご紹介して、で実際に何を聞けたのかも参考までにお話ししたいと思います。これ往年の大歌というわけではありませんけれども、私にとってバッハがこれほど楽しく生き生きとしたものなんだということを気づかせてくれた決定的なレコードです。若き日のロリン・マゼールが指揮したベルリン放送交響楽団フィリップスへの録音ですね。これ管弦楽組曲の第2番3番ですが、これ G 線上のアリアだけではなく管弦楽組曲全体に興味を持った私にとっての始まりってやっぱりこれですね。これによって第2曲のアリアだけではなくて管弦楽組曲全体に興味を持った。そして最初というとやっぱりこれですね。噂には聞いていた、その存在は知っていましたけれども、私が中学生の頃にはもう手に入らなかったレコードです。ドイツグラモフォンから出ていたフルトゥエングラーベルリンフィルの1948年10月22日演奏の無観客演奏、管弦楽組曲第3番の全曲です。これ聞きたかったんですよね。もちろんあの G 線上のアリアも含まれてるわけですから。このシリーズが出たのって1976年以降でしたよね。そしてこのように国内版も出ている。しかし私が中学生の頃1984年85年にはこれもう入手不可能でした。このグラモフォンのシリーズ地元のレコード店に注文しても入ってこないんですから。で同時期に檜山康介先生のディスコグラフィーを見たこともあって、このレコードの存在を知った。はい、このドイツグラモフォン演奏の2日後、1948年10月24日のベルリンフィルトのライブ、これが当時西ドイツフルトヴェングラー協会、日本の協会でこの演奏をレコード化されたんです。ただこれ当時の私では入手の手段さえわからなかった。実際にこの24日録音の良質の音源を聞くことができたのはずっと後でしたね。
この西ドイツ教会のレコードって私にとって本当憧れのレコードで、んなもんですから今でもこれ安い値段で見つけるとついつい買っちゃうんですよね。フルトベンクラーの指揮したバッハのアリアは3種類の録音があります。一番最初のは1929年ベルリンフィルトのポリドール SP の復刻、そしてこの1948年10月の演奏が2種類。最初のポリドール演奏ってもう浸り切った、それでいて聴いてる方に緊張強いられる演奏なんですよね。テンポ一番遅いんじゃないかな。それに比べると戦後の演奏2日違いですけれども、録音の状態が格段に良くなってますので、それぞれ聞きどころを見出せると思います。2日違いの演奏なのにリピートが違うんですよね。さてこの後でしたけれども、私メンゲルベルクにもマタイ受難曲だけではなくて数々バッハ録音があるのを知った。やっぱりまず G 線上のアリアですよね。この日本製のプライベート版、その頃はまだ簡単には手に入らなかったメンゲルベルクのドヴォルザーク新世界の復刻だというのと、同様になかなか手に入りにくいモーツァルトのアイネクライネ、そしておまけのようにバッハのアリアが入っているっていうので、これ当時かなり高価なものだったんですが、3200円ぐらいしたかな。ワクワクしながらこのレコード下宿に買って帰って聞いたものです。これすごいですよね。通奏低音にチェンバラではなくてピアノが使われている。そしてメンゲルベルクのバッハといえば、これテレフォン圏録音じゃなくてフランスデッカの録音と聞いたことがあります。1935年録音、コンセルトヘボートのバッハの2つのバイオリンのための協奏曲2短調。私このディスクルフラン系のフォノミュージアムという CD で聴きましたが、まあなんとも濃厚なバッハなんです。これもう今では聴くことのできない演奏スタイルですね。こんなポルタメントずり上げずり下げをやると、まずバイオリンの先生に怒られます。ただこれ演奏としてはパッションも勢いもあって、なかなかの厳しさもあっていい演奏なんです。私あまり人には勧めませんでしたけれども、個人的にはかなりのお気に入りです。あとメンゲルベルクには管弦楽組曲第3番全曲の録音はないんですけれども、2番ロ短調の方は全曲録音がある。しかもコンセルトヘボートのレコードのための全曲、そしてライブ演奏の2つがあるんですね。まあどちらでもいいかなとも思うんですけれども、やっぱり個人的にはコロンビアのレコード録音の方がいいと思う。あとこれちょっと今日のテーマからは外れますけれども、グレン・グールドのライブですね。あのソニー系のセッション録音ではなくて、グールドがまだ演奏活動を続けていた時の演奏。これ以前グレン・グールドの動画の中でもお話ししましたけれども、まずミトロプーロスの指揮によるバッハのピアノ協奏曲第1番、そしてパルティータの第2番ですね。これは絶対におすすめです。そしてヘタン調のバッハのピアノ協奏曲第5番っていうのはあるんですよね。これ作品としての規模は小さいんですけれども、いい曲なんです。特に第2楽章素晴らしい曲ですよ。あとはハンス・クナッパーズ・プッシュでしょうか。クナとウィーン・フィルトの管弦楽組曲第3番バイオリン協奏曲が CD で出た時は驚きましたね。これ確かにクナの個性っていうのがバッと前面に出すぎていて、最初はちょっとんと思ったりもするんですけれども、私これ好きなんです。少なくともクナのモーツァルトの39、40、41よりもずっとしっかりとした演奏だと思います。そしてクナのバッハのアリアというとちょっとした謎があります。日本で1970年代終わりにできたプライベート版、自主制作のレコードですね。ここだけで聞くことのできる収録データ不明のクナとウィーンフィルのアリアのみの演奏。もともとこの管弦楽組曲3番の全曲とシュナイダー班の協奏曲はこのようにウィーン交響楽団とされてたんですけれども、現在ではこれらはウィーンフィルトの演奏であることが判明しています。あのナチスの御用音楽番組、ドイツ巨匠による不滅の音楽のための録音ですね。私これデータ不明の演奏の方って果たして本当にクナの指揮したものだろうかと思ってしまうんですが、この2つのアリアを聴き比べる動画を公開しております。現在 CD では聴くことのできない音源ですので、ぜひ皆さんこちらをご覧ください。さてこの他にまだまだお話ししたい往年の大指揮者によるバロック演奏ってあるんですけれども、例えばクレンペラーですね。クレンペラーのバッハ演奏ってかなりの量残ってますよね。正式な EMI の録音で宗教曲、管弦楽組曲のモノラル、ステレオ、ブランデンブルク協奏曲なんかもある。そして謎の録音として有名なクレンペラーがベルリンフィルを指揮した際、この時のプログラムにはバッハの管弦楽組曲第3番含まれてたんですけれども、なぜかイタリアのマイナーレーベルで出た CD にはアンコールとして演奏されたらしいアリアだけの録音があるんです。
まあ、これちょっとあまりにマニアックで、しかもまた話が長くなりそうなので今日はカットしますね。そして今日の締めくくりとしてお話ししたい演奏はこれです。セルゲイ・クーズビツキーがボストン交響楽団を指揮した SP レコードの録音、ヘンデルのコンチェルトグロッソ第12番、作品 6-12。 この中にラルゲット・エ・ピアノという楽章があります。まあ、いわゆる感情楽章ですけれども、これ皆さん素晴らしい音楽です。そりゃバッハの G 線上のアリアも感動的ですよ。しかし私この曲、台湾に来てからこのクーゼビツキーのディスクで初めて聞いた。もうこの曲に魅了し尽くされました。そして以後私たびたび演奏会のアンコールでこの曲取り上げています。一つだけこの曲のすごいところを挙げるとすると、普通バッハのフーガの技法なんかもそうなんですけれども、ソプラノ、アルト、テノール、バスという4つの声、4つの声部からなる形で作曲される。しかしこのヘンデルのラルゲット・エ・ピアノ、わずか3声部で書かれてるんです。つまり主旋律、そして低音、そして中間のテーマを奏でるパートが一つだけ。こんな限られた音の構成なのに、この音楽すごく広大な広がり、間違いなく奇跡の瞬間っていうのを聞かせてくれるんです。もともとバロック音楽の感情楽章、ゆったりした楽章っていうのには、時々ポツンポツンと奇跡的と言いたくなるようなすごく綺麗な素晴らしい音楽があります。このヘンデルの作品 6-12 もその一つですね。意外に知られてない曲だとも言えます。私台北でとあるピアニストと共演して、彼はベートーベンの3番のコンチェルトを弾きました。そしてその演奏会の最後に私アンコールとしてこのヘンデルのラルゲット・エ・ピアノを演奏したんです。終わった後そのピアニスト、あれは何の曲と言ったんですね。彼ぜひ自分でピアノに編曲して自分もアンコールで弾きたいと言っていた。このわずか4分半ほどの奇跡の音楽、皆さんにもぜひおすすめしたいと思います。意外というとなんですけれども、実はカラヤンも早くからこのヘンデルレパートリーに取り入れてるんですね。これオルフェオのウィーン交響楽団のシリーズですけれども、ここにもこのヘンデル含まれてるんです。このカラヤンの演奏も綺麗ですよ。そしてカラヤンといえば、ドイツグラモフォンにこのヘンデルのコンチェルトグロッソ作品6の全曲を録音している。当然12番の録音もあります。正式なセッション録音ですから、これは響きは綺麗です。ただちょっとレコード録音の弊害かな、やや作り物めいたところがないでもない。その分このウィーン交響楽団とのライブの方がもっと実直な演奏してます。これも感動的ですよ。このわずか3つのパートから作られた奇跡の音楽、今日の往年の大指揮者によるバロック音楽解説の最後の締めとして、私皆さんにこの演奏をおすすめしたいと思います。